皆さんこんにちは、うんぱいです。なんか今2人いなかった、うんぱぱぱいですみたいな。ぱいぱいよ、もうそれは2人いたら今日はなんか鼻変調久々に動画を撮ってるんですけど、煮卵ちゃんがねやってた下着紹介を見て、私もそういえば下着買ったなと思ったので紹介していきたいと思うんですけど、最近のおすすめのそのラビジュールさんと、あとインティミッシミさんっていうところで買ったんだけど、いつもなんかその黒い下着をよく買ってて、なんか黒以外も欲しいなみたいな、セクシーだけど柄が入ったやつとか、お花柄のブラジャーとかが欲しいなと思って今回買ったので、胸を支えてくれる綺麗な形とかも解説しながら紹介していきたいなと思います。でデザインもめちゃくちゃ可愛いので、夜の営みにぜひ、夜の営みに大丈夫な、夜の営みは休止、いや、OK かな。夜の営みにぜひご活用ください。1着目じゃん、こちら、これはねラビジュールの新作かな、なんですけど5890円プラス税。この形ってすごく漏れるんですよね、こういう風に下からグイッと上げてくれる形になってて、こんな感じだよね、おっぱいが支えてくれるので谷間もできやすい形になっています。あとここにすごいパッドが、しっかりめにパッド入ってるからね、こうすごい谷間メイクできるので、すごくおすすめなデザインになってます。であとここのブラ紐が二重になってて、しっかりとこう引き上げてくれるんで、こう支えてくれる力もある形になってます。でパティがめちゃくちゃエッチだったので、パティっていう男の人だな、そういえばじゃん、あ、中央からさ、さらにさ、もう一個紐が生えてんの、お腹にこれが来る感じのセクシーなデザインで、後ろがめちゃめちゃこうお尻が透けてて、みたいな、お尻がめちゃめちゃ透けてるランジェリーになっています。さすがにちょっとね、下を履いてしまったらモザイクになってしまうから、上だけちょっと着替えようかなと思います。スケスケの新作のラビジュール、ラビジュールってマジでエロいから、すごいねセクシー系の下着買うのにおすすめです。いっぱい買ってますラビジュールで。これはどうですか、これは先生、エッチだよね、言い方がちょっと。これ男性的にはこういうのどうですか、この紐といい、このスケスケといい、可愛いです、とても。なんか普通のさスケパンよりなんか透けてる感じしない、この感じ、白だからかな、履いてないのと一緒ぐらいむしろ履いてないねみたいな、こうさっき言ったこういう形なので、めちゃめちゃ漏れるよ、しかもこのパッド入っててどエロいな、この、はい、やっぱこの二重なってる紐のやつって結構なんかね支える力あると思うんだよね。これこうやってずらしてつけても可愛い、わかんないけど、これはこうやってつけるもんか、なんかここが太ければ太いほどねいいんだって、持ち上げてくれるから、はい、という1着目です。じゃん、2枚目、じゃーん、こちら、こちらもラビジュールになっておるんですけれども、おるんですけれどもラビジュールなんですけど、この谷間にできるこの線がわかる、この線っていうかこの紐がめちゃめちゃエロくて、なんかマネキン着てるのを見てすごい可愛いと思って買います。これ谷間にあの紐があるのはどう思いますか、想像つかない、え、想像つかない、うん、想像つかない、こういう感じだよ、谷間にこういうストラップがついてるタイプってあんまないから、めっちゃ可愛いなと思ったし、このピンクのね色、お色を持っていなかったのでいいと思うんですよ。男性受けもね、ピンクっていいよね、薄ピンクね、うん、男性受けは白かピンクだもんね、結構人によるか、知ってます、ね、ピンクが可愛いと思って買いました、この薄ピンクで。しかもこのパンティーもまた、パンティーっていうやつ嫌いなんだよなパンティーっていうのやめて、おパンツもやっぱりね、なんかラビジュールのねこのスケスケ感ってめちゃくちゃ透けてんだよね、もうめちゃめちゃ透けててめちゃ可愛いと思って、これもう男性の心イチコロですよ、これは。どうですか、男性の心イチコロパンツあの腰にくるこの紐も相変わらずセクシーで、では早速着ていきたいと思います。すごいねなんだっけ、あ、そこでなんか多分レースとかがすごい凝ってて形が独特じゃん、作り込まれているデザインすごい、結構多分それで高いのか分かんないですけど16,500円でした。でも今回買ったら 20% オフになってたので 14,000 円ぐらいかな、
で、これでこのパンツって感じで、これは男性好きなんではないだろうか。彼女がこれで登場したらめちゃくちゃ興奮するだろうな、これ。あ、世の男性たちはこれで登場したらすっごい興奮すると思いますっていうか、自分が興奮してる。なんか次、はい、続きまして3着目、インティミッシミさん。なんか渋谷のさ、ドンキの目の前にあるさ、下着屋さん。なんと今回めちゃくちゃセールをやっていて、いろんな形のブラジャーが売ってたんですけど、その中でとっておきのめちゃくちゃ可愛いやつを発見しました。じゃじゃん、声裏方。こちらのブラジャーなんだけど、これも形的にはかなり盛れるじゃんって思って、この形はすごく盛れるのでおすすめです。こういうタイプ、これはなんか盛るというよりはなんかこうナチュラルな感じになる形のブラジャーだし、ここに凹凸がないので、もう T シャツの中に着て形がモコモコしなくていいなっていうシンプルなブラジャーです。でもなんか柄がすごい可愛いから買っちゃいました。あんま他になくない、この柄のやつ。これ多分海外のメーカーさんなのかな。なので海外っぽいデザインがすごく多かったです。まあ、普通の下着に飽きた人とかにはおすすめだなと思いました。でこれについているパンツがすごかったんだけど、なんかじゃん、なんかビクシーみたいな、わかる、このビクシー感あふれるパンツ。これがフロントで、フロントもちょっと透けてんだよね、なんか結構。ちょっと透けてて。で、これ裏、後ろが、まぁちょっと若干ティーバッグみたいな感じのデザインですね。でもレースになってて、結構これすごい凝ってるなって思って、可愛くて買ったんだけど、これショーツがね、2900円で、このブラジャーが5690円なんですよね、もともと。なんだけど、30% オフになってたの、全品。ほぼ 30% オフになってて、なので、2つ合わせたら、3000円と5690円弱ぐらいだったのが6000円かな。30%オフで9000円か、はい、6000円ぐらいになっていたという感じで今回買いました。なのでこの時期に買うのすごくお得なんじゃないかなと思います。ブラジャーをちょっとつけてみたいと思います。じゃん、ということで3着目なんですけど、こんな感じで形すごい綺麗に見えるブラジャーになっています。で、こう下から持ち上げてくれるからいい感じに綺麗に胸が見えるような形になっております。ここにお花がくっついててすごく可愛いです。コミショ大丈夫、いつも初めて YouTube 撮った人ですかって思う。こんな感じのセットになっております。他にないよね。ちなみにこの形が一番ね、こうお椀型っていうのかな、お椀型のブラジャーが一番ね、こう持ち上げてくれるからおすすめです。でもストラップがちょっとこれは細いから支えてくれる力的にはちょっと弱いかも。でもデザインとしてはすごい可愛いかも。なんかこれでさ T シャツ脱ぐところのさ写真撮ったら可愛いな、映えじゃないみたいなイメージです。次、最後に4着目買ったものを紹介したいと思います。じゃ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 ーん、じゃじゃ、このゴールドのブラジャーはどうですか、男性的な意見は。それ一番好きです。白とかピンクじゃないの、なんか薄っぽい。それもいいけど黒入ってんのいい。あー、光沢がセクシーだよね。違う、さっきまでできてたじゃん。違う、もう何言うんだっけって挙動不審すぎて困る自分に。なんとじゃん、後ろすごい、これ後ろの形さ、なんか支えてくれるバストアップとしてはすごく一番いい形で、このブラストラップがまずめちゃくちゃ太くて、この支えてくれるような中がこういう感じの形になってて、インティミッシミさんのなんか名前あってるかわかんないけど、こういうこう持ち上げてくれるようなこういう形がめちゃくちゃ良い。こんな感じでほら内に入っていくやつ、すごい綺麗に見えますっていうおすすめの形のブラジャーなんですけど、この色がね、とりあえず男性受け的には良い、紐も太くて良いっていう一番形としては素晴らしいブラジャーになっております。でこれちなみにこれは7490円、なんかまあまあまあするよね。これも 30% オフになったんですけど、そしてこのパンツもこんな感じです。パンツの形どう、はい、あなた、やっぱセクシー系だよね。ここレースになってて、後ろがさ、見て後ろ、この切りっぱなしのデザインエロくない？なんか不思議なデザインっていうか、あんま見たことないイメージ。わかります皆さん、このお尻の男性目線大好きなのね、下着集めるのが。こういうのすごいね、一人でね考えてね、ってすんの好きなんだよね。こんな感じ、変わってるよね、普通に変わってる、こういうの見てってなっちゃうって感じで、うだれてた。このセクシーなパンツは2900円でした。はい、違うの。そしてなんと皆さんにお伝えしたいところがあります。ダダララ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 、ガーターついてんの、このセット。
見せたい、これこれつけてるのめちゃくちゃ良くない？良くない？こんな感じ。これはいいですねこれはいい。喜ばない男性はいないだろう。でも大人向けだよね、ちょっと結構、うん、セクシー女の人系。ガーターつけてるとすごいこいつ今日やる気だなって思われるのが嫌っていう人もいると思うんですけど、男性からしたら特にそんなことはないよね。むしろいいんじゃない？むしろいいらしい、うん、のでこれガーター買ったことないっていう人は、これおしゃれなやつだったらね、最初はね、うん、これセットだったんだみたいな感じで買うといいよね。あ、それいいね。そうそう、これなんか別売りで一応売ってて、セットで買ったんだよねみたいな感じでガーターは挑戦できるかなと思います。最近なんかガーターを結構売ってる下着屋さん多いからいいかなと思います。これちょっと着てみますね。じゃあ4着目こんな感じです。着るとこれでこうガーターしてみたいな。これはやっぱりね、形がこうホールド感がねあって、自分のカップサイズに合ってるやつだと、あの持ち上げてくれる感じと、ここに寄り添ってる感じ、持ち上げてくれてる感じと、このストラップが太いからこう上に上がるので形が綺麗に見えますねっていう感じのブラジャーだね。はい、ということでこんな感じでいろんな下着を買ってみたんですけども、最近セールがね結構やってたので、あのちょっと安く買えるのでおすすめです。ラビジュールとインティミッシミさんはセクシーな下着が多いのでおすすめです。かなり皆さんもぜひ参考にしてみてください。ということで今日のね動画が良かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。あ、でちなみに私がやってる今期学院 の、 あの公式実況者でやっているので、皆さんぜひチェックしてみてください。またねー。